固まってると固まってない。昨日自分でやったん、これは。これ俺が施工してて、今彼に塗ってもらったんだけど、うん、朝俺来てサンダルちょっと削って。これは昨日やったん。おとといな。あ、おとといやったん。おとといな、これは、うん、ちょっと茶色っぽくなってるのは錆ね。錆、このやつね。エポキシを塗ってこの状態ですよ、うん、それで、うん、白パテをくれるわけ、うん、そうするとこういう風に仕上がるわけさ、うん、そうすると、まあ、まあこれで、まあ俺なんかそれまあこれでもう十分だなって、強度も。すいません、十分で、うん、強度が。で、ここは何、やっぱり白パテ使う必要があるよね。あ、そうだよ、こんだけあれ、ここに白パテ、ここに白パテ楽だもんね、うん、アルミじゃなくて、うん、ちょうど白パテのあれだよね、虫食い状態。ここはどうすんの、こんとこは、こんとこは直さない。直さないのは分かんないけど、うん、これは穴、あのあれどんぐりかなんか混ぜる、入れちゃう、固める、ここら辺、うん、うん、本来は現地で売るんだらやるけど、うん、業者に売るわけだから。ああ、そういうことね、はい、じゃあ量が足んなかったわけでもないわ、うん、あ、これはタンクだからここにやってるってことね。そう、はいはいはい、防爆のだから、はい、うん、分かりました。じゃあね、夕方ぐらいまで、はい、鈴鹿行く手前、はい、持ってきます。お願いします、はい、で、もしかして今日やるん、自分で。あ、今日やっちゃうよ、今日、ね、そう、もう明日納めだもん、これ。あ、そう、今日急いで安倍さんに言ってよかねんだけど、 ある程度効果待って、もう塗装までかけ。ああ、それで何、ここのところ下地に塗ってあるわけね。そう、どんぐりがね、うん、じゃあここに入れちゃえば一応二重に防止できると、ガードできると、はい、 OK。 じゃあなるべく早く、はい、うん、ここんち寄ってから鈴鹿に行きます。はい、はい、はい、了解。